西川です。今日はですね、まあ、ユニフォームで登場してて、る感じなんですけども、なんと、あ、シュッとシュッと高そう、高そう、キラキラ、はい、です。シンさんと西谷さんに今日はご出演いただいております。イエーイイエーイイエーイ。前回何でしたっけ？はい、僕66666、もう分かるよね、悪魔の数字もう分かるよね、2人揃ったらもう分かるよね。2人にダーツを教えてほしいです。めちゃめちゃ贅沢プレイをしていただこうと思います。えいえいおーおー、まあ見切れたんやけどね。そうパッて見ていただいて、2人の意見をもらえたらなとは思います。いいじゃん、うまい、いいじゃん、うまい、オッケー、よし、終わった、ありがとうございました。もうちょっとこうしたらとか、こういう意識を持ったらとか、普段僕はね、ちょこちょこ見てるみたいです。はい、まあ今のも入ってると思うんで、はい、なんか特にって感じなので、なんかやばいとかありますか？なんでしょう、やっぱ私このなんか、指、グリップがなんか不安な時があるとか、審査にお話をさせてもらってる時があって、西谷さんから見てどうなのかな、親指とか人差し指とか、こういうふうに。何が不安なんですか？だから手首がこう、絞りがきつくなったりとか、親指がぐっと下がって、ここの手首の甲が痛くなる。ここ痛いっていうか、張るというか噛んじゃう。こうやって返してるんですね。そうですね、割となんか倒れちゃうので、そこでここが緊張が入って、そのまま腕全体の緊張が入って固まっちゃうみたいな時が。手の動きでいうと、こういうことですか？これがこういうことですか？そうですね、こう、そうですね、こうだとまだあれなんですけど、完全にこうなんですか？上下でグリップこうこうになっちゃう。めっちゃきつくなってる。お、すごい、すごい、ちょっと重ねてきた。手首に役に立ってるところで、つまりで重ねました。ありがとうございました。僕はもうそもそもこれができない。西谷さんどう？僕はこうなってるんですか？こうじゃないですよ。こう手首つかなくて、こう使って手首が、あ、こう向いてるんですよ、はい、こういうことなんですよ。ちょっとおかまじゃないですか？ジョージ君、こっちに向かって、こういうタイプじゃなくて、こういうじゃなくて、ここはこう、ちょっと横に使うとか、縦に使うとか、だからその手首が痛くなるってことがあんまりない。手首を後ろにこう返してなくて、こういうことですね。こう、だからこうじゃなくてこういうことですね。こうじゃなくて、こうじゃなくて、こういう、こういう、そうそうそうです。どっちか、はい、こういう、こういう感じ。これがこう縦に入って、そう、まっすぐになるっていう。自分の体にこう準じてじゃないけど、はい、割と自然に戻ってくる位置で、グリップを探すっていうのがいいんじゃないかというところです。で、そうすると、こう、自然に挟めたり。乗せれたり、すると親指とかもうまく使えるとき、今だと手をつまむような感じで、右手を上に上げたら、手を指したりとか、上下の力になったら、そうなんですよ、どうしようかな、そうです、そうです、で、最終的に、年が上がって、ギュッて絞った状態で、あれだとしても、このまま親指、普段の話、浮いて、通してる感じになった時には、アドバイス的に、まあ、こういう練習の仕方したらとか、こういうのやってみたらとか、何が、結果何が問題なのかっていうことが、なっちゃうは分かるんですけど。入ってるから。今体重くなったよね、でもね。マジはそうですね。でも、ね、そうですね。今日もどうやって？暗さで見えないんだけど、下がってしまって、ちょっと。教えてもらいたいとき入っちゃうじゃん。今からそれやる。待ってください。もういいよね。入っちゃって。ちょっと横、上げときがあって。何回か投げてみてていいですか？なんかアドバイスとか、もう2
頭入っちゃってますから3頭目、うん、じゃあやっぱきっちりハットトリックを狙ったり、はい、同じところに3本入れる、その3頭目を外しやすくなったりするときはどうしたらいいとかありますか？3頭目をしっかり入れる、なんかあります？自分でなんか3頭目に何かあるんですか？あ、でも入れたいと思います。入れたいって次入れたらハット出せる、ハットだってなって次入れたらハットだってなるんすか？なる、まだなります。まだなる時もあるのと、あの、なんて言ったらいいんでしょう、よしよし、このまま気持ちよく出せるぞっていう時もありますし、いや、なんかちょっと申し訳ない、動画的にもなんかアドバイスもらわないとダメなんです。入っちゃってるからなんか変に言ってな、いや、その入っちゃってるのは分かってるんですよ。入っちゃってるのは分かってるけど、そのある程度やっぱりその意識の問題だったりとか、多分そのアドバイスできるものがあると思うんで、何かしら多分もらった方がいいと思うし。1本、2投、でも3投目で修正できたんですよね。できました、はい、いいじゃないですか。いやいや、褒める回じゃなくて、あやちゃんに対して今後やっていくのにどういう風にやっていったらいいだろうって、フォームもしっかり、考え方もしっかりだから、いや申し訳ないですけど、一応カメラ回してやってることやから、何かしらのアドバイスとかをもらわないと。何かしら、はい、入ってんすよ、はい、入ってん、なんで今入るの、次に行こう、どうどうどう、いや、入ってる、いや、入ってるしか言ってないです、いや、わかります、わかりますよ、別にその今現在いいとこもあるのもわかるけど、やっぱ動画のこととかも、そのメンタルのこととかでもいいじゃないですか、わ、ね、かってます、動画もあったんですよ、ごめんなさい、慣れるしかないですよね、その、うん、もう入ってるんで、3投目とかも全然気にしないで、なんか、うん、そうですね、3投目、3投目って意識しないで、やっぱ4本持ってるぐらいの、4投目投げるぐらいの気持ちでやったりとかすると、まあ、3投目っていうのは適当ではないですよ。もう一回じゃあ、はい、投げてもらって、入ってです、もう教えることない、いや、だからその何回も入ってんのも見たら分かるよ、入って見たら分かるんですけど、じゃあ、なんで誰も何も言わないの、何に気を使ってんの、まず、そもそも逆になんか今日うまい、うまい、いや、分かる、分かるけど、動画の趣旨と違うやん、今こうやったら入るとか言ってもしょうがないでしょ、いや、しょうがないじゃなくて、教えたりとか、いや、シェン君の言うことも分かるよ、動画的に会えないから、はいはい、などう言ってもだけどジョージ君、いや分かる分かる、だけどジョージ君的にも変に言ってこう、なんだろう、ずれちゃあかんって気持ち絶対あるんです、それは動画の後で言ったらいいやん、別に、でおかしいね、お前がちゃんと言えばいいだけの話、いや、お前はさすがにいいです、いやいや、お前がお前でええでしょ、別に、何歳かしたらお前でええやん、別に、なんか文句あるの、うざいって悩んで、おかしいやんって、だから最近ジョージ君が、僕が悪いんですか、え、僕が悪いんですか、言い過ぎない部分もあるって、いや別にかまへんで、おばあ出たのか、ほんなら何やん、来いよ、何やん、お前もなんか言うや、何やん、なんか言うや、お前の教え、お前の教える企画やろ、これって行かれてるんですか、行かれてるってないの、行かれてないの、いや、思ってねえって、思ってねえって、お前って思ってる、じゃあはっきりしたらいいやん、話思ったら、なんかもう思ったら、なんかやっちゃったよ、私、うん、大丈夫かな、行った方がいいよね、行った方がいい、行った方がいい、こっち向けや、なんで向けへんねん、最初はグッジャッキー、はい、はい、はい、こっち向けってはっはっはちゃうねん、最初はグッジャッキー、はい、はい、こっちしょ、ちょ、はい、これ何や今の、何や今の、そんなカメラ出た、すいません、お願いします、しんどい、はい、仲良しです